せーの、ジッププラス3よっよっ。さあ、ということでなんか見覚えのある3人ですが、そうですね、はい、先週に引き続き、はいはい、今日はですね、はい、我々が今日はというか今日も石川さんのことを深掘りしていきたいと思います。本当にもう申し訳ないですけど、こんなに前回コメントを強要しちゃったもんですから、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。バシバシ聞いていくんで、はい、どんどん答えてください、はい、テンポよくじゃあ、うん、はい、今日は答えさせていただきます。はい、はい、じゃあまずヤモさんからいきますか。いきますか、はい、はい、まあ、これもいける、はい、石川さんに質問です。はい、いろいろな規制が緩和されてきましたが、アナウンス室の先輩方などとご飯には行けましたか。ああ、もうもちろん。おお、それこそヤモさんともね、うん、はい、あのジップ終わった後に朝ごはんみんなで食べに行ったりとか、りうどん食べにね、はい、よく行きますね。はい、コロナ禍で入社したのでやっと本当に先輩方とご飯に行けて本当嬉しいです。か、一番楽しかった先輩とのご飯は何ですか。三浦さんとの旅行です。お、何が楽しかったんですか。え、あのいろいろね、あの仕事の相談とかも乗っていただいて、うん、はい、美味しい料理を食べて、はい、出会いトークなんかもして、あらあら楽しかったです。あらあら、どんどん行っちゃってください。はい、ありがとうございます。じゃあ行きますよ。テンポよく、はい、はい、じゃあ皆さん気になってることかな、やっぱり、はい、いつもおしゃれな石川アナの衣装選びのポイントやこだわりを教えてください。衣装選びのポイント、うん、なんだろう。でもあの私が、まあ、好きなそのデザインとかももちろんですけど、例えばあの今日だったらきんに君さんがいらっしゃったじゃないですか、うん、だからちょっとなんか元気なパンツスタイルにしてみようかな、こうパワーってやるのがちょっと入る感じで、うんうんうん、はい、っていう、そういうなんかゲストの方がもし分かってたら、そういうなんか、あ、こういう色がいいかなとか、こういうスタイルがいいかなとかっていうのちょっと、そういうのも考えてるんだ、はい、そうなんだ。でも今日あれですよね、マーシちゃんもですもんね。そうそう、マーシちゃんも今日に合わせてタンクトップの衣装にしてタンクトップじゃないですノースリーブですけど、ね、ニコさんはタンクトップでお揃いって言ってましたけど、そうそうそう、あれはノースリーブ。そうですね、マーシちゃん失礼しました。でも合わせて、はい、なるほど、ありがとうございます。よしよしよし、どんどんいきますよ。どんどんいきましょう。ヤンモがいるときはいじりが入るからなのか、そんなこと必ずと言っていいほど笑いが絶えない。え、本当に書いてある。トークが上手いからなのかな。ありがとうございます。すいません、待ってください、まあ、質問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 か。本当に書いてあるんですか。本当に来てる、本当に来てる、本当に来てるの。質問質問。で、南ちゃんはいじられ慣れしているからなのか逆手に取るのが上手い、うん、小林くんは質問したり話したりすることもあるけど、うん、今回はほとんど傍観者だったかなという印象。今回のプラスリーもたくさん笑った。次回も楽しみ、期待しています。質問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 じゃなかった。質問質問、お褒めの言葉いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、いきます。黒髪にされたのはどうしてですか。あ、いや、これもちょっと長いですよ。長いの。コンパクトにお願いします。はい、じゃあコンパクトにいくと、あのラグビーの日本代表の稲垣さんの奥さん新井貴子さんにもう本当に今憧れておりまして、はい、新井貴子さんのインスタグラムご覧ください。それをあの全部真似してます。はい、はい、ということです、はい、ということです。はい、じゃあこの私からいきますね、はい、ロングスカート多めなのはなぜですか、うん、っていう素朴な疑問かもしれない。ロングスカート多め、あ、でもなんか今時代とともにやっぱ流行りはロングスカートらしいんですけど、うん、あとはちょっとあの小さい頃ね、ずっと陸上で走ってたので、うん、膝小僧が汚い。膝小僧汚い。石川みなみの膝小僧汚い。はい、ちょっと面白いね。汚いっていうのもまあありますね。いつかその膝汚い膝小僧を見せてくれることあんの。ちょっと今後。いや、これね、治ることあんのかな。一回さ、はい、その汚い膝小僧一回見せて、はい、ちょっとね、今日はね、上がらない。上がらないのか。はいはいはい。あとあのちっちゃい頃にあの陸上やってたっていうのもあるんですけど、あの去年あの01という土曜日の番組で沖縄にロケ行った時にアスファルトの上でこけて、うん、はい、膝を怪我しちゃったっていうのもあって、さらに深い傷が汚い膝ごとに
本当に汚いんです、はい、じゃあいつかもしかしたら何かのタイミングで見せる時が来るかもしれないんで、それはじゃあそれは 超レアなん で、はい、で今日のサムネとかどうですか。汚いじゃないですか。再生回数伸びないですね。いやいや。じゃあ続いて、はい、落ち込んだ時やイライラした時は何をしていますか。うわ、落ち込んだ時イライラした時、うん、なんだろう、ひたすら家のその隅の方で怖い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 。どれぐらいってやってんの。やってます。落ち込んだ時イライラした時どっち。わ、イライラした時か。それだんだん静まってくる。はい、なんか一旦こう隅の方に行ってなんかこう抑えない、なんかこういけない感じがある。どれぐらい期間は。何2週間ぐらい。そんなに引っ張るんですか。そんなにもう本当でもいや、まあ、10分15分こう沈めてるんだ隅の方でこう、まあ、いろいろあったな。最近何にイライラした。最近何にイライラした。言わないです。いや、あ、じゃあ最近イライラしたのは、うん、じゃあ、この YouTube のサムネが毎回、うん、あの我々じゃなくて、うん、違う方の名前で、うん、で YouTube 見て家の隅でまた違う関係ない人サムネにしてるわ。言われてますよ皆さん。はい、っていうので、あの家の隅で15分。でももう静まってるもんね。はい、もう、ね、まあ、今日また何かあれば、ね、また何かそうどうなるか分かんない。じゃ火曜日なりがちだね。そうですね。イライラです。15分ほど家の隅にいがち。はい、はい、はい、じゃあ次の質問参ります。うん、どうしようかな。はい、じゃあ、はい、石川みなみさんへ質問です。はい、デデン、デデン、カッコ効果音。そういう書いてあるんですね。はい、一番いじりやすい男性アナウンサーはこの北はキーズの北はキーズ浸透してないですよ。北はキーズ失礼しました。北はキーズの3人のうち中点ないんですよ。北はキーズ中点ないんですよ。新しい言葉だと思いました。失礼しました。はい、北はキーズ。はい、 A ヤンモさん、 B まこちゃん、C タコハチということで、 いじりやすい人。これはもうね、多分皆さんそうだと思う。タコハチですよ。まあでしょうね。タコハチ、まあ、いじられるために生まれてきたみたいな。ツッコミも早いですしね。ちゃんと気持ちいいの突っ込んでくれるからね。はい、また同期っていうのもあるんで。そうだね。一番、はい、突っ込みやすいかもしれない。今日もなんか2人でわちゃわちゃ喋ってたけどなんか。今日はあの。私が来てるね、いつも読んでるんですけど、生ナレーションで直前までヤンモさんが私の右斜め後ろに座ってワイプ、うんうん、あの映ってたんですよ。うんうんうん、で来てるに入ってこう読み始めた瞬間になんか北脇みたいな声聞こえるなって、うん、ヤンモさんだよなと思って振り返ったら、うん、そこに北脇がいたんですよ。でもう、ヤンモさんじゃないのって生ナレーション中にずっとわちゃわちゃしてました。なるほど、ね、そのわちゃわちゃだったのね。帰ってきてからもすごいしてるの。ヘイ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 やってる。ヘイ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 。仲いいなこの同期とも。いいですね。いいいい。はい、はい、じゃあ続いて、はい、どうすれば石川アナのように美白になれますか。いやもう日焼け止めを塗ってください。終了。次。終了。早い。はい。じゃあ行きます。はいはいはい。石川アナ。はい。今度は黒髪、耳かけてますね。うん、何かまた心境の変化があったんですか。ちょっとどちらも素敵ですが、はい、耳かけに1票です。あ、耳かけた方がいい。いいということですね。あ、嬉しい、はい、これはですね、はい、いやもううちの母がうるさくて。え、まさかお母さんだ。耳は出しなさいと。はい、もうなんか耳かけてることに対してもういつも LINE でなんかちょっと待ってよ、絶対かけた方がいい。この間のプラス3で俺言ったじゃん、許してねって。許してくださいってお母さん、はい、耳かけないけど許して、全然響いてないってことお母さん。全然ダメでした。ごめんなさい、はい、お母さんに届いてなかったが。はい、母は絶対にかけた方がいいって。まあでも一票入ってるわけですもんね。はい、一票入ってます、はい、お母さんじゃないの。一票入れたのお母さん。石川アナとか言いながらかもしれないですね。そうか、はい、そういう理由があったんですね、はい、母の声ということで、はい、続いてみなみちゃんに聞きたいこと、広島コンビの大町先生にもぜひということで、はい、今朝
大町アナと連絡を取って質問もらいました。ちょっとえ、おはよう前の大町さんに、はい、おはよう前のおはよう終わりにもらいました。おはよう終わり、いや申し訳ない、そんな大先輩に。いいですか、大町大先輩。大先輩思ってないでしょ。大先輩ですよ、はい、広島も浪人もお揃いなんです、うん、なんか地元の兄ちゃんぐらいに思ってるんですよ。そんなね、はい、大町アナから東京来てめっきりお好み焼き食べる機会が減ったんですが、どこかいいとこ知りませんか。個人的に聞いてください。YouTube でそんな、うん、いいんですか、お店の名前を言っても。言ってみ言ってみ。飯田橋のもみじ屋さんっていうところが、うん、ほっと、あの広島のお好み焼き、あのお好み焼きが食べられるとめちゃくちゃ美味しいです。ちょっとじゃあチェック してみます。大町さん個人的に聞いてください。いやいや、大町はプラス3を返してこれ今知ってるから。個人的に LINE お願いします。ダメよ、大町絶対個人的に LINE しちゃダメ。プラス3で聞いたの、質問したんだからやっぱプラス3で知らなきゃダメよ。まだあるよ。お好み焼きに、まあ、さっきもちょっとね広島のって言った。はいはいはい。お好み焼きに広島風がつくだけでも嫌がる石川先生ですが、はい、他に広島関連で譲れないものってありますか、大町アナから。大町さんから、うん、広島関連。ちなみに僕はちっちゃいですが、すいばりだけは標準語に言い換えずに言います。わかる。ハブテルやタワンは言い換えるのに。でもどういうこと。あ、いや、あ、これめっちゃわかる。すいばり、共感してる。すいばりもハブテルもタワンも、いやめっちゃだから全部広島弁なんですけど、すいばりはあのこういうもし木のテーブルだったりしたら、うん、こう木がちっちゃい木がこう刺さるじゃん。あれをすいばりっていう。トゲ、トゲが刺さる？すいばり。いやいや。すいばり。すいばり。トゲですよね。トゲですよね。でもそれを確かにトゲではないなっていう、そのニュアンスがこうすいばりでしか伝わらないニュアンスがあるのとか、あとハブテルはふてくされるっていう。なんかふてくされるだとすごいなんかそっけない、もっとひどい感じがする。でもハブテルの方がなんか可愛い、なんかちょっとなんか拗ねてるとふてくされてるの間ぐらいの感じのニュアンスがして、確かに言い換えられない。あとタワンは、タワンは届く、あの届くがタウで、届かないがタワン、タウタワン。私は全部嫌です、言い換えられないです。 あ、 そうなん。あと譲れないのは、うん、あの広島って言ったら邪剣でしょ、邪剣。あ、んじゃなくて邪剣。邪剣じゃないです。邪剣、邪剣って思います。邪剣、はい、っていうところは譲れないですね。そうなんだ。ちっちゃいな。いや、大町さんからだいぶちっちゃいのが来たんで、はい、もうちょっとちっちゃいので。あとね、実はね、はい、この方たちからも質問来てます。誰ですか。ということでご覧ください、どうぞ。新人アナウンサーの山本梨沙です。住岡優希です。渡辺優衣です。ちょっと石川さん、今後の野望を教えてください。こんなということで、ちょっとまずそもそもあの昨日のあのね、ZIP でデビューした新人3人、え、直後ですか。もう緊張して、でデイデイに向けて急いでる時に、本当にもう聞きたいですよね。聞きたい、聞きたいです。こんなキラキラした笑顔でね、住岡君が聞いて、うん、野望やぼう。入りますよ。じゃあ、あと10分ぐらい。いいよ、いいよ。いや全然10分。一言で言ってください。一言で言ってください。いや、やぼう、うん、いや、本当にじゃあ、どうしよう。一番大きいの言っとけ、やぼうだから。そんな ちまっこいもん、こんな。でも、たわんこと言ったってしょうがないのよ。すいばりみたいな野望みたいな、知らない。すいばりみたいな野望ちょっと近いかもしれない。ちょっと近いかもしれない。じゃけん、じゃけん、あ、じゃけん、え、菅谷さんとか見てるじゃないですかね。いや、まあ見てていいんだよ。いいです。いいよ。いや、管理職に見合えるの恥ずかしい。せーので、いや、部長も見る。はい、では石川アナ、野望をお願いします。箱根駅伝で実況をすることです。ちょっと真面目な野望でしたかね。いや、いいよ、いいよ。真面目なやつは、じゃあそれね、じゃあもう一個。野望。そうそう、やめだ。何、箱根で実況すること、
いやー行きたいですけどね。新人たちも、ね、見てたから、ね、はい、菅谷さんと森助さんが見てくださっていること、箱根駅伝のチーフの人たち偉い人たちに向けて、ね、駅伝さんの偉い方たちが見ていることを願って、はい、いや、何十年かかるか分かんないですけどね。いい、野望は大きく持ちましょうよ、はい、ね、大きく、はい、ちょっといっちゃいました。いいね。どうですか、最後に小林さんからも何かあれば。じゃあ僕が箱根駅伝今度走れるように頑張るので、その時実況お願いします。ちょっと待って どういうことですか。関東の大学生しか走れないんですよ、うん、失礼しました。どういうこと。いい締まりですね、はい、いつも通りの3人でお送りしました、はい、ありがとうございました。皆さん質問ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに新人アナウンサーに質問なんかあるって言われて、これ何個かあったうちの1個なんだけど、はい、最初に言われたのは、石川さんといえば変顔ですよね、変顔見たいってどうですかってだけ。え、もうこれ終わってますもん、プラス閉めちゃったんで、はい、ね、番外編で今やってるから、あのエンディングで使うんだよ。じゃあ今日見つけた、俺今ヤーモが歌ってるから、今日見つけた特技と掛け合わせて、私本当特技ないのって悩みだったんですけど、特技見つけたんですけど。